ェスターさん、どうですかこの船は。ああ、気に入った。ドルゲンアークは見てくれは古くても銀河一の船なんです。船乗りにとってこうやって舵を握れるだけでも幸せなことです。銀河一の船か、いい響きだな。はい。ところで一つ聞きたい。何でしょうか。ドルゲンゴアは優秀なハンターをスカウトしてどうする気なんだ。なんか目的があるはずだ。それは、直接キャプテンから聞いてください。私から申し上げることはできません。だろうと思った。天下のドルゲンゴアがハンターをスカウトしてまでやろうとしていることだ。特別な目的があるんだろう。そろそろローズ星雲を通過しますね。甲板でご覧になってはいかがですか。最高の眺めですよ。甲板への扉を開けておきました。下の階から甲板に出られます。わかった、行ってみるよ。彼女にお礼言い損ねたな。ローズ星雲、名前くらいは聞いたことあるけど。君か、さっきは助かった。どういたしまして。なかなかやるでしょ。私も海賊ですから。ああ。砂漠の爪なんて言うからもっと怖い人かと思ってたけど。は？結構可愛い目してるよね。百戦錬磨の豪傑とは思えない。実は偽物だったりして。いや、それは。見て、ローズセウンよ。綺麗だな。私この場所が大好きなんだ。どうしてかな。星を見てると心が落ち着く。俺もこの宇宙にずっと憧れてた。やっと夢が叶った。それって銀河一の賞金稼ぎが言うセリフ？いや別にいいだろ。いいけど。私キサラ、よろしくね。砂漠の爪さん。ジェスター、ジェスターローグだ。うん、ジェスター。あ、そうだ、パパにはもう会った？パパ？この船の船長、
キャプテンドルゲンゴア。え？君は？そう、娘よ。なんだ？死ぬかと思った。いったー。どわー！生きとる！
ゼラードに行くはずが、よりによってジュライカに不時着とは、とほほな話や。ここが密林の惑星ジュライカか。どう？治りそう？ほとんどのトラブルはすぐに修理できます。ただエンジンが、こりゃ時間かかりそうやな。開いた！修理はそう大変ではないんやけど、ブースターオイルがなくなってますわ。そんな、この星にスターシップマーケットなんてないですよ。どうするんですか？おいおい、まったく宇宙海賊が聞いて呆れるぜ。いいか、よく聞け、ビギナーの諸君。オイルの原料は燃える樹液を出す木の実だ。その木の実の産地は緑に覆われた密林の惑星だそうだ。言いたいことはわかるな？そうだ、思い出しました。ブースターオイルの原料はジュライカで採れる炎の実と呼ばれる木の実なんです。炎の実を採取すればブースターオイルの生成が可能です。はい、ロボコー、よくできました。木の実探しか。行こう。サイモンとスティーブは修理をお願い。ラジャー。やれやれ、熱いのは苦手なんだがな。どこを探せばいいんだ？Thank you.
さないと。言っとくが、この星の連中に冗談は通じねえぞ。妙だな。この辺ならすでに炎の実がなっていてもおかしくはない。それが一つも見当たらない。どういうことだ。まさか誰かが取り尽くしちゃったとか。いくらなんでも森の実を全部取り尽くすなんてできないだろう。もしかして炎の実を食べるお猿さんが異常発生したとか。バカな。とにかくもう少し奥まで進んでみようぜ。私と雰囲気が違う。次は奴らのテリトリーってわけだな。奴ら？ブルカカ族だ。ジュライカに住む部族だ。外部の人間と関わることを好まない。
行ったか。こいつは当たれば10秒であの世行きだ。そんな。どうする、砂漠の爪さんよ、退散するか。人がいるってことは村があるはずだ。そこで炎の実がある場所を聞けるかもしれない。つまりブルカカ族の村に行こうってか。殺されるぞ。同じ人間だ、話せばわかるさ。だといいが。タグ、命知らずな坊やだぜ。行こう。いい塩梅だ、急ごうぜ。違いだ。誰も行かないよ、こんなとこ。どこを探せばいいんだ。ってことないな。
が多いな。さっさと済まそうぜ。かかってください。まずい。やられる。ふふ。地に落ちたもんだぜ。くそ、こいつらか。やるしかないね。Yeah.
こういうのも悪くねえ。何の因果でジュライカ探検だろうな。じゃねえぞ。ジュライカ探検だろうな。手加減しないから。来やがったら。
猿でも住んでんじゃねえか。人の気配はないな。
ブルカカの連中が作った仕掛けだな。村へよそ者が入るのを防ぐためか。とにかく今は無理だ。他のルートを探そう。すごいな。どこまで行ってもジャングルだ。久しぶりでさ、ささ、こっちだよ。なんかガラクタだらけって感じ。ここに一人で住んでるのか？追放されたんだ。村の掟を破った罰だってさ。ひどい話だよ。見ての通り僕は機械いじりが好きでね。そういうのあの村ではご法度なのさ。あの村古いんだよね。え、村の連中さ、あいつら掟に縛られていて新しいことに目を向けようとしない。この星が発展しないのもブルカ家族の古い考え方のせいなんだ。あんたの村この近くなのか？ん？ああ、ブルカカ村ね。オイラが追放された村。古くさーい堅物どもの集まりさ。ん？で、どこまで話したっけ？あ？お？うんと、あ、うん。オ
イラの調査によると、他の星はぐんぐん発達してるらしいのに、この星の文化は何千年も変わってない。ここは時代に取り残された惑星になってしまった。こんなことでいいのか？いや、良くない。オイラいつかこの星を変えてみせるよ。ゼラードを超える文明惑星にしてやるんだ。そういうお前はゼラードを見たことがあんのか？残念ながらないんだよね。でも銀河で一番進んだ惑星だとは聞いたんだけどね。あ、そうだ、これを見てくれよ。ゼラードにはこんなものがゴロゴロしてるらしい。手袋？それをつけると力が増してさ、大きな岩だって持ち上げられるんだよね。銀河にはそんなものを作れる進んだ星もあるというのに。すごいでしょ。それあげるよ。え？で、なんで？オイラはもう一つ持ってるからさ。それにおったがくら、これからブルカカ村に行くんだろ。チャンスがあったら、それであいつらに文明の素晴らしさを見せてやってほしいんだよね。パワーグローブか。しかもかなり旧式。ジェスター、もしかするとこれ例の石像を動かすのに使えるかもしれないよ。くれるんならもらっとけ。それよりさっさと行こうぜ。この先には村がある。これで俺たちの目的は果たせるってことだ。え、もう？あ、そうそう、川沿いの奥にある家には近づかない方がいいと思うよ。じゃあねー。